シャドウ、諜報部からの情報よ。エッグマン軍のどの指揮系統にも入っていない不審、戦略的に意味がある場所でもないのに護衛部隊までいて、あのドクターが無意味なことをするとは思えない。え？エッグマンが新兵器を開発しているって噂もあるわ。分かった、ただの偵察では済まなそうだ。頼んだわよシャドウ。オメガが先行しているから現地で合流して。僕一人で十分だ。僕は僕で勝手に。オメガも同じこと言ってたわ。あ、くだらないおしゃべりは終わりだ。そこはすでに敵の勢力圏内よ。そのまままっすぐ向かってちょうだい。了解した。こちら123オメガ、順調に殲滅している。問題ないか。殲滅って、これは偵察なんだから目立ったらダメでしょ。オメガに作戦行動を求めるのがそもそも間違い。こちら123オメガ、各種センサーに異常、頭頂部に飛来、軍事死亡、シャドウ排除する。オメガどうした、何が起きている。正体不明のハッキングを受けて緊急離脱する。私は123オメガ、世界最強の。世界最強のロボットが、あ、そしてさらに素晴らしいことに替えがたき客人まで来たようだ。オメガに何をした。あんな弱者のことなどどうでもいい。久々の再会だというのに。僕は貴様のことなど知らない。そうか、そう、俺はインフィニット。貴様が鼻歌混じりに潰した数多のエッグマン軍基地の一つの機。シャドウが入り込んでおる。防衛隊のチームジャッカルはすでに壊滅状態じゃ。総員あらゆる手段で迎撃せよ。防衛隊には高い金を払って腕利きの傭兵を雇ったというのに。シャドウめ。防衛隊の防衛隊も雇うべきだったな、ドクター。シャドウのやつまだくたばれんのか。あの石の解析が昨日終わったのは不幸中の幸いじゃったな。いやいや、だ
だからって壊されてはいかん。誰かおらんのか。どうやらここには相当に重要な施設があるようだ。道理で雑魚どもがしつこく抵抗をするわけだ。うん、聞いておるのじゃろう。壊滅したチームジャッカルのこの低たらく、盗目たる貴様に責任を取ってもらうぞ。ああ、分かっている。よくもよくも俺の手下を、最強の傭兵と恐れられた俺の力を見せてやる。そこだ。不愉快だ。その無様な負け犬面二度と見せる。震えているのか、この俺が恐怖を。負け犬、この俺が弱者だと。違う、俺は弱くなんかない。俺は弱くない。俺は弱くない。あの日、俺は俺自身を無様な顔と共に捨てた。弱者としての自分と決別し、揺るぎない圧倒的な強者になるために。そしてついに俺は無限の力、全てを屈服させる力を手に入れ、最強の存在に生まれ変わったのだ。今の俺は貴様あってのものだというのに心外だ。かつての俺は貴様にとって記憶に値しないほどの弱者だったという。それに今や俺も無限の力を手に入れた今、喰らえ。
戻ってきた。現実だよシャドウ、貴様のな。生きて戻るとは想定ちょ、もはやソニックも敵ではない。ソニックだと？貴様一体な、これは。待て、どこへ行く、インフィニット。シャドウ、シャドウ、ルージュ、いいから早くそこから逃げて。あちこちで爆発が起こってるわ。離脱する。一体何が起こっているんだ。それは本当なんだろうな、ルージュ。嘘ついたってしょうがないでしょ。エッグマンがソニック張り切って攻めてきた割には何もなくて。もはやソニックも敵ではない。あのドクターが無意味なことを。シャドウ大変、早く現地に向かって。どうしたルージュ、一体何が。大丈夫か。うん、ありがとうソニック、結構ギリギリだったけどね。毎回こんなもんだろう。オーケー、これで終わりだエッグマン。終わるのは貴様の方じゃソニック。味わうがいい、わしの新たな力を。うわっ、うん、あ、シャドウ、お前ザーボック、メタル、カオス、何？そんな、ソニックよりも早いなんて。いや違う、早いっていうよりとにかくスキャンして調べなきゃ。お前一体どうやって。よし、テイルス、あいつの力は何なんだ。調べてるけどデータが変なんだよ、全く意味不明なんだ。テイルス、